お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの高回転遅延ホグデッキをね、はい、紹介していきたいなと思います。というわけでですね、こちらやっていくんですけども、このデッキはですね、海外のウエストの方の、プロ選手のね、サムエル選手っていう、僕の動画でも、何回かこう、高回転ウォールブレイカーとか、なんか高回転ジャイプラスのディガーだったりとか、小物系、高回転はマジでうまい。それ以外でも何でもいいんですけど、昔からこう、ホグがうまい選手なんですよ。本当に世界一のホグ使いって言ったら、今だったらこう、ジャック君だったり、いろんなね、うまい選手いますけど、昔、もう圧倒的ホグってうまい人。で、今でも何でもうまい人なんですけど、そのプレイヤーが考えた、これでね、12勝して作ったよ、みたいなのをツイートしてたので、はい。サムエル選手が、考えたね、デッキと、いうところでやっていくんですけども、めちゃくちゃ回転が速いんですよ。そう。ホグ飛ばして、スケールスピークエイクッド打てばまたホグが回るよ、というところで、マジで回転速くて、攻めではね、いいかなと思うんですけど、防衛がね、めちゃくちゃ大変じゃねと思ってて、あれなんですよ。施設がないので、アイスイズメガゴだけでもう守るみたいなデッキなんですよ。相手がゴルでもラバでも、アイスイズメガゴだけで守って、みたいな。で、このアイスイズの、遅延効果って言いますか、このスロー効果はめちゃくちゃ強いんですよね。こう範囲攻撃かつ遅らせることによって、こうユニット対決で普段では勝てないような対決も、こう勝つことができると、言いますか、こうアイスイズの遅延の使い方だけでもめちゃくちゃこう、普通止まらんだろみたいなのも、結構止まりますので、ゴールとかラバにも、高回転でね、はい、アイウィズメガゴ出して、トルネ、あとは LSP ですかね。今までは、こういうデッキだと絶対大型止まんなかったんですけど、今だからこそこの LSP がいるので、それによって大型にもちょっと戦えるのかな、みたいなところありますよね。これお互いちょっと同じですね。で、回転が速いので、なんとかね、耐えれそうです。で、ここはちょっとウッとして、スキャも一応置いてあげれば、もうね、強い。しかも相手は、多分トルネードを使って、次ボムタワーあると思うんですけど、これで、よしよし。しかもこれ多分入りますね。一発？いや、一発届けばいいですね。これでも、いや、怖え。この相手のスキャマジで怖いっすよね。ちょっと高めで気持ち止めつつ、みたいな。で、打ってきたらちょっとトルネで下げてあげて、みたいなこともしつつ、やっていけば耐えれるのかなとかも思うんですけど、結構怖いっすよね、上側が。で、ワンチャン攻めトルネかな、そうっすね。だけど、みたいな。で、このナイトワンチャンキング据えたかな、やばい。こうなると、ちょっと同歳対決なかなか苦しい感じが今出てきたんですけども、いや、苦しいですよね。相手がスケラ打ってくるタイミングぐらいでホグ飛ばしてあげて、ワンチャン。で、この LSP がぼちぼち耐えてくれる。で、上を溶かすことができれば、耐えれる。いや、耐えれるのは耐えれる。で、なんなら、次のホグ、クエイク削りなのか、すごいむずいとこなんですけど、一旦クエイク削りしますね。で、相手が、来るんですよ。一回これもうホグとかで止めてあげて、よいしょ。で、スケかな。相手はあれに、トルネを、一発入った。いや、でかすぎ。今のはやばいっすね。めちゃくちゃでかい。で、あと、クエイク2周か。これ、回るかな。端前を止めたい気持ちもするんですけど。よしよし。いや、でもこれで、ちょっと時間稼いで。で、今これ僕、ウッド使っちゃったんで、これクエイクでちょっと耐えます。クエイクで耐えて。いや、クエイク防衛、マジこの、スケラ受けで優秀なんですよ。危ね！危ね危ね、これ激戦一戦目からやばい。で、これもトルネもタワーダメージあるんでね。よし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 、勝った。危ねえ、これ。スケラ受けなさすぎじゃねっていうぐらい、結構ハードだった。多分、これは同サイドじゃなくて、逆サイドを攻めた方が多分、こう、カウンターがあんま来ないので、絶対戦いやすかったと思うんですけど、前半結構削ってたので、なんとか逃げ切れたというところですね。さあよろしく。いや、スケラケが大変なんですけど、ウッドスケ、あとは LSP とかで頑張る。僕は回転でも全てをゴリ押すみたいなデッキですね。いや、めっちゃおもろいですね。大変ですけどね。はい。ぜひちょっと
使っていただきたいですね。さあ、今回の相手もクエイクですね。クエイクちょっと流行ってきてますね。で、相手はホグクエイクという感じかな、多分今のところも。僕はホグ飛ばされた時用にトルネを回したいですね。まあ、これでもトルネが回ったので、最悪ホグ来たら、トルネでね、はい、キング起動すればいいかなと思います。まあ、一回受けから行きましょうか。で、まあ、ホグ対決となると、まあ、ホグを通すか、まあ、クエイクでどれだけ削るか、みたいなところだと思うんですけど、こうアイスイズメガゴなので、このマスケットがね、僕としては結構厄介ですよね、なんか。よし、マスケットがすごい厄介なんですけど、まあ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 。ちょっとね、裏で押さえつつ、ワンチャンホグ一発入ってもいいんで、確実にキング起動します。ちょっとね、余裕が。余裕がなかったですね、今は。ちょっと。まあ、ノーダメで抑えたら多分良かったんですけど、まあ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 、頑張っていきましょうか。で、相手もクエイク削りですね。で、ホグ飛ばしても、あ、ボムタワー置かれて、まあ、それにクエイク打たないとっていうところなんで、もうワンチャン、このクエイク打っただけで勝てるんじゃないか説を唱えたいですね、僕はもう。さすがに？さすがにきついか。待って。これは、ああ、待って、バカバカ、待って、バカ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 。バカ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 、アイスイズの遅延かかってねえと思ったらなんか、トレベイ邪魔かったっすかね、なんか。あれ、いける気がしたんですけど、あそこで。まあまあまあ、そういうこともありますね。300ダメージ差か。まあ、でかいですね、なんか僕的には。この300ダメが。まあ、ですが、ちょっとね、今からはしっかりホグも飛ばして、攻めていきたい。で、ボム甘えたら、みたいな。お、ワンチャン一発入る。あ、デリバリーナース。いや、これ待って。いや、でかい。いや、でかい、でかい、でかい。もう一発入るだけでマジで嬉しいっすよね、ホグデッキって。まあ、これはトルネがある。これかな、普通にタワーにすった方がいいのか。あ、待って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 、ごめんなさい。本当に、なんか鬼下手くそみたいな感じのトルネをさっきから一生してるんですけど。まあ、もう削っていく、削っていく。いや、マジでやばいな。いや、これ、持ってね、トルネ。なんでだ。あれ？それは、やってる、やってる、やってる。あの、僕、逆再、あの、どうでもいいんですね。僕からしたら今。なので、あんな無視して、こっちをね、削りいきます。よしよしよし。いやー、あー、めっちゃいいボム。もうなんか引いた。一発？やっぱトルネは、ここですね。ここ。ここにやれば、絶対完封できるんですけど、これ、あれっすね。ナイトホグしてくるから、さっきからちょっとずれてるかもしれないですね。あ、待って、ずれた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 、バカバカ。危ない、危ない、危ない。危ない。で、もうクエイク削りっすね、もうマジで。あ、ウッドの位置が。いや、でも、ワンチャンスケ引く。これ、スケが。いや、スケてる。ワンチャン？ワンチャン、メガゴが。いや、惜しい。さあ、どっちの方が早いかっすね。これ、ちょっとあれっすね。先にホグ飛ばしてもいいかも。いや、これは殴らない。オッケーオッケーオッケー。いや、しかも、いやーい。このまあ、施設か、トルネの3はむずいですけどね。どっちがいいかって言われると。トルネがいいのかな。まあまあまあ、危ないですね。危ない。マジで、ホグのトルネのミスがめちゃくちゃ目立ってましたね。あの、今朝4時なのでっていう言い訳。新しいね、はい、言い訳をちょっとしとくんですけども、まあまあまあ、いや、これ、やばいっすよ。LSP だから、ここ、遅延デッキというか、もう、こんなデッキ、スケラ受けがきついとか、まあ、インドラがきついとか、まあ、なんかこう、なんだ、ラバ関係ですよね。ラバとかも絶対きついんですけど、LSP がいれば、なんかこう、なんかラバにも全然戦えそうですし、スケラにもいけるし、みたいな。LSP の、このなんか、なんて言うんですか、安心感って言いますか、LSP いるから大丈夫じゃね感がすごいね、あります。個人的に。ラムライダーとか、まあ、工場バーバリアンとか、まあ、ウッドはあるんですけど、LSP でも止まるっていうのは、なんかこう、気軽にね、ウッドとかを避けるっていう。しかも、スケもあるんでね。で、ここはまあ、LSP スケとかでね、この、LSP の可能性が出てきましたね。さあ、ここ相手はマスケプリンスですね。まあ、一旦逆サイド行きましょうか。マスケ嫌ですね。なんかさっきから。マスケハンタープリンス。あ、僕がし、いや、本当にわかんない。ごめんなさい。デッキ博士の僕でもわかんないですね。よし、まあ、いろんなデッキ知ってるんですけどね。なんだこれ。プリプリ。プリプリ。いや、ここはいい防衛ですね。ん？ん？
今ですらわかんない。なんだこの相手のデッキ。マスケ、ハンター、ダックブリードラ、プリプリホグ。やば、なんかきついんですけど。なんか知らんけどきついんですけど、みたいなデッキ来ちゃいましたね。まあまあ、でも言うて、僕は陸系が意外と豊富なので、豊富なのかわかんないけど、まあ回転が速いから、気持ちいけるみたいなところはありますよね。まあでも、後ろマスケとか、まあハンターとか、形ゴリゴリ組まれるとマジでむずいですよね。まあ、どんだけこう、防衛できるか。まあ、防衛テクニックがちょっと試されるね、試合なのかなというところですね。ちょっとこれもう、よいしょ。よいしょ、こっちで。ああ、もう、死にそう、死にそう、死にそう。で、アイビーズ多分残るんですよね。なんか、一回遅延をちょっと投げてくれると嬉しい。オッケーオッケーオッケー。はい、これで、まあ、プリンス系だと思うんですよ。一旦ウッドまでやって、いや、ハンターでも、まあ、なんでもいい、なんでもいい、なんでもいい。もう一発？うん、ウッドのタイミングかな。ハンターが2発目殴るタイミングとかで多分当たれば、いや、もう、クエイクで削ってきますね。僕、削れないんで、もう。こっから僕もう削れないんで、プリンスとかいっぱいいるんで。硬いやつがいっぱいいるんで、僕はもうメガネと見るんでね。そう。で、なんならここでホグとか飛ばしちゃってもいい説もある。やばい。ハード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 。ベリーベリーハード。いや、LSP2A。いや、もう僕も、待って、結構受けてやがる。なんで？今の間にホグ飛ばして結構入ったと思いきや、相手の方が決めてきてるな。一発も入らない。いやー、これやべえ。端前来たら終わる。ハンターがいることによって、ちょっとむずいっすね、処理が。このハンティングのね。うわ、ロケ。ロケ、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 バカバカバカ。危ない危ない。ロケ撃った、ロケ撃った。次のロケで終わる。LSP だな、これ。LSP で相手の攻撃を、できるだけ、できるだけ、一発、もう一発。来たー、ナイス、ウッドゲーム。おぶねえ、ロケット370で、相手のスキルわかんないけど、一回なんかめっちゃ受けてしまったっすね。あれがなければ、まあ、もっと楽だったと思うんですけど、危ない危ない危ない。相手のデッキ、いかつすぎません？いかつすぎません？まあ、ああいうデッキの方がまあしんどいですよね。まあまあでも、LSP やっぱ大活躍してますね。ウッドでこう止めた後に、さらにこう LSP で、相手のユニットの動きを1段階止めれるので、まあ、あとメガゴがね、結構高火力、火力があるので、まあ、単体に優秀。はい、というところでは、まあ、火力枠がマジでメガゴしかないんですけど、もう全部頑張って遅延、ウッドと LSP と ICZ でゆっくりさせて、もうメガゴでひたすら殴るみたいな、もう2周目 ICZ、2周目メガゴみたいな、まあ、そういうところではね、はい、結構万能なデッキではありそう。さあ、ISP、クロスだったらいいな、これ。クロスは勝てると思うんですけど、さすがに。まあ、陸撃が気持ち薄いので、ちょっと怖いですけど、まあ、ぐらいかな。ホグクエイクウッドスケーヒースピー、LSP か。ホグクエイクウッドスケー LSP を無限に繰り返せるので、まあ、そういうところで戦いそうですね。まあ、相手今回でも26ホグの可能性が出てきちゃったっすね。うん、クロスであって欲しかったの。26ホグっぽいっすね。で、これはまあ、しっかりキング起動して、キング起動して、よいしょ。あ、待って、やばい、バカ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 。ああ、だだだ、この。あ、このマスク3発によって俺負ける未来見えてきたわ。最悪だ。こういうダメージマジで痛いですからね。で、僕もホグ、これ、同彩対決するか逆彩行くかすごい悩むんですけど、もうこうなったらね、同彩なのかなとか思いつつも、で、メガゴってあれに当てたいですよね。なんかマスクに直接当てたいみたいな。まあ、これあれかな？なんかむずいっすね。守りすぎな気もする。うん。守りすぎ良くないっすね。いや、逆サイ、どっちがいいんだろう。まあ、同サイでいいか。トルネさえあればいける。まあ、キングがワンチャンおられるぐらいっすね。僕気をつけなきゃ。うん。これ LSP でちょっとダメージ稼いじゃおうかな。稼げるかな。さあ、クエイクとかも打っちゃって、まあ、トレになれば止まる。あの方が逆サイ持っていけそうっすよね、なんか。うん、逆サイいってらっしゃい。で、僕の負け筋は、このマスキが入ることっすね。
オッケーオッケー、もうホグなんか一回も飛ばしてないかもしれないんですけど。いや、全然ある、全然ある、全然ある。よしよし。で、ここは、取るね。取るねの位置が、位置がめちゃくちゃ大変。あ、待って、俺、待って、さっきからやばい。危ない、さっきから取るねが下手っすね。取るね。朝4時なんでね、みんな、許して。新しい、オッケーオッケー、いや、これめっちゃいい、ボケ。いや、初めてホグ飛ばした。逮捕？いや、でもこれ、なんか地味に打つぞ、後ろが。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。で、アイゴレフターが、よ。いや、殴る。うわ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。めっちゃある、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 めっちゃある。いや、しかも、古い。いいね。で、これ、高め明確、絶対うざい。ここも、この辺でトルネとかしちゃって。で、こう、守ってる最中にもホグ飛ばしちゃうみたいな。あれ、なんか、あんま、ごめんなさい。なんか、うまいこといかんかったわ。なんか、いきった。なんか、かっこいいことしようとしたら、全然、ダサかったわ。まあ、そういうこともありますよね。まあ、ここ、引く前ゆずと、メガゴ出して、ここの位置のホグちょっと安っすね、なんか。あ、ここの位置のトルネは、危ない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 。待て待て、僕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 。一発入っちゃう。ここはちょっと早めに溶かす。で、ウッドはもうタワーに行きます。ウッドはタワー。あ、これ、合図の遅延で、あ、バカ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 。あってよ、今日の動画内ずっとトルネダメ。マジで、位置が定まってないです。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。やって、これ、回転回して、これ一回防衛します。で、これちょっと一発。あ、危ない危ない。待って、バカバカバカ。押した、押した、オッケーオッケー。これもう、僕攻めないきゃ。いや、これ大砲起きにくい。いや、クエイクできない。ファイブボーイ使え。いや、もうこう、高め、高め、高め。ホグ飛ばしちゃう。飛ばしちゃう。ウッドしちゃう。やばい、これ一発。待って、一発入れたら終わる。あぶね。うわー、来た、あぶね。あぶね。ホグ28あんのかな。ちょっとごめんなさいね。なんか今日の本当に不慣れな。不慣れって言ったらダメですけど、全然慣れてないこともないし。まあ、めっちゃ使ってたんですけど、ダメージ240、ん？ 264 か。危ね。一発入ってたら終わってましたね。だけどちょっとそれの位置皆さん、気をつけて。めちゃくちゃでも強いです。使った感じ。はい。なので、ぜひね、このホグデッキ皆さんも使ってみてくださいと。いうわけでね、今日終わりたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。